精神物流株式会社は、福岡県宮若市に本社を置く企業である。貨物運送事業のほか、ユメリアバスのブランド名で、福岡県リーズ市を拠点に、バス事業を行っている。その他旅行業、社会福祉施設の運営事業も行う。九百七十年三月に創業し、百九十五年三月一日に、 原社名へ変更。貨物運送事業では、長距離輸送、地場輸送、専属輸送事業を営んでいる。2010年に観光事業部を開設し、バス部門として、ユメリアバスのブランド名で、運行開始。同年に旅行業部門として、トリルエ a ツアーズのブランド名で、営業開始した。飯塚市、コミュニティバスのほか 宮若市のコミュニティバスを運行受託している。2014年までは、倉手町のコミュニティバスも受託していた。2015年からは、社会福祉事業に参入し、ウェルフェアドリームのブランド名で、放課後とデイサービス、相談支援事業を開始した。ユメリアバスのブランド名で、福岡県飯塚市に拠点を置き、貸し切りバスを呼び、乗り合いバス事業を営んでいる。 一般化式りバス事業を行っている。かつては大手旅行代理店が主催する都市間ツアーバスの運行を受託していたが、2013年7月31日に新高速乗り合いバス制度の開始により撤退した。ありがとうございます。